今からうちは羅刹だよ。真面目に、うちは今高速で考えてるんだから。あ、そうだ、破られたページ、あのページを持って行ったのはきっと使いどころがあるからなんだよね。次は幼児ちゃん、現場のマップを見せて。羅刹はきっとあの門を通って行ったはず。2時間もあんな狭い場所にいるわけない。でも上弦さんの話だと、あの門は軍の管轄下にあり、長年閉まっているはずだが。何らかの方法で鍵を破ったんだと思う。性格を運べるほどの人だから、門なんてお茶の子さいさいだって。ふん、これ式の鍵じゃうちは止められないよ。ごはん、ごめん、癖で。じゃあ、あとはあんたたちが自分で想像して、羅刹の顔がどんなセリフを吐くかを。ふん、これ式の鍵で僕を止めることなどできない。たとえ羅刹が門を開けたとしても、中に入った理由は何だ。性格を引き渡す仲間が潜んでたから、そいつらに会いに来たんだよ。待て、進みが順調すぎる。ん？どういう意味だい？順調で何か問題でも？うん、順調だと何が悪いの？俺たちは羅刹が何をしたのかを解明しようとしている。だがここを20回往復しても2時間はかからない。それもそっか、つまり彼の道はもっと険しかったってことだよね。よし、じゃあもう一度現場を再…下道がのこのこと出歩くとは、食らうといい。どうしてモンスターが喋れるんだ。緊迫感を足そうと思って。危険な場所があるとは思えないな。こういった危険人物と闇商人が現れるような場所は、少なくとも剣木が蘇るまでは存在しなかったはずだ。でも性格の取引をした悪者はいたんだから。漁港は探偵であって強格でもあるの。だって羅刹がどんな困難に遭遇したのか想像しにくいし、見逃してよ。はあ、まあどうにか成り立ってはいるな。こうなった以上楽しむほかないだろう。これほど険しい道とは、今後はもっと慎重に動く必要がある。あの性格を買おうとするとは、謎が多い取引相手だ。取引相手があそこで待っている。行ってみよう。うん。この名探偵なのが、とうとう。待った、何をしに来た。いや、あれはヤムチャ界の門番プーアルだよ。プーアルはお茶の名前だろ。そう、ヤムチャ界のメンバーだからお茶の名前を使うのは当然でしょ。話を聞いてんのか、何をしに来た。もう少し礼儀よく喋らせてくれないか。うん、わかったよ。話を聞いていますか。何をしに来たんです。もういい、諦めた。あるものを君たちの頭に届けに来たんだ。彼に連絡してもらいたい。納品？はい、頭なら随分待っていますよ。しかし先に身分証明書を渡してください。頭との面会はその後です。今こそあの手の出番だね。君たちの頭に会わせてくれ。
さもなくばそこを引くまで殴らせてもらう。羅刹のキャラ設定は多種多彩だな。無駄です。私は強い信念の持ち主ですから、そのような脅しには屈しません。これはプーアルで幼児ちゃんじゃないよ。これ以上話しても無駄のようだね。食らうといい。ストップ。すぐ戦うな。なのか、彼らの間に戦いは起きていないはずだ。でないと後の取引が成り立たない。幼児ちゃんの言う通りだね。この手は通じないか。見物もほどほどにね。これは秘密の合図ですね。本当にあなたでしたか。少々お待ちを。すぐ頭を呼びますから。焦らなくても大丈夫さ。急いではいないからね。プーアルは合図用のページを見た途端、頭を呼びに行った。そしてしばらく待った羅刹は、威厳のある人影が近寄ってくるのを目にする。頭、彼です。彼が例のブツを持ってきました。先にブツを見せるのじゃ。幼児ちゃんの頭と言ったらパムしか思い浮かばなくて。この方が私たちの頭、干し芋プルップル様です。分かったら早くブツを渡してください。ミルクティーもティー、お茶だからヤムチャ会に登場しても問題ないでしょ。その前に代金を支払ってもらわないと。簡単なルールを忘れてはいないだろうね。またごちゃごちゃと。渡せと言っているんです。構わんぞ。このブツは特別危険じゃからな。彼が慎重になるのは当然じゃ。パムはここまで老人っぽい口調だったか。そうじゃったと思うぞ。いやいや、そうだったと思うよ。プーアルよ、代金を渡すのじゃ。どうじゃ、これで渡す気になったか。気をつけてくれ。それはとても危険な品だからね。では。その通り。もうお前とはおさらばじゃ。プーアルよ、やつの口を封じろ。取引が順調に終わったと思いきや。こんな危険なものを俺に売ったからには、もうお前は共犯者じゃ。秘密を守るためにはお前の口を永遠に封じるしかない。のかはどうでもいいディテールのことになると論理的になるな。それと、なぜ俺が禁人になったんだ。それはプーアルの裏設定で、危険な時に禁人に変身するの。ね、そうか。ここの組織は程度が低いようだね。早くここを離れなければ。なるほど、羅刹は逃げたんだ。さてさて、どこへ逃げたのかはマップを見ればわかるはず。あ、わかった。
何者だ、動くな。こんな状況下で羅刹が逃げられる道はたった一つ。羅刹、早く乗って行くよ。こうして謎の助っ人のサポートにより、羅刹は精査に乗って現場を離れた。これが今回の羅刹消失事件の全貌である。精査で羅刹を迎えに来たのは誰なんだ。わかんない。でも顔は出てないから彼女でよくない？それはしょうがないよ。役は限られてるから次を期待してね。次をなのか。ショックを与えたいわけではないんだが、君の推理には少し問題がある。もし羅刹が精査に乗って逃走したのであれば、2時間後に気候帳に取られたのは誰だ。しかも軍用施設ではちょっとした騒ぎで運気軍が動くだろうから、モンスターが出没するわけがない。それとさっき君が言った困難が本当であっても、羅刹が2時間も滞在するほどではない。うん、陽おじちゃんの話を聞くと確かにそうだね。名探偵なのはやっぱり漁港には及ばないか。なら現場に行ってみよう。現場ならいろんな謎が解けそうだし。ああ、それが一番の近道だな。行こう。人類